皆さんこんにちは、関真理子でございます。明日からお彼岸の入りというのに暑い日が続いてますね。記録的な大雨に見舞われたところもあるようですが、被害に遭われた方に心からお見舞い申し上げます。今日お届けする曲はワルツのメドレーでございます。曲名はバイアコンデオスとテルウィーミーターゲインという曲をメドレーでアレンジいたしました。この2曲目のテルウィーミーターゲインという曲は昔のダンスホールでフルバンドのチェンジの時に使われた曲でございます。この曲が流れますと皆さんカップルでチークタイムに入られてしっとりと踊っていらっしゃいました。それではいつものようにウクレレとスティールギターでお楽しみください。
ワルツメドレーいかがでしたでしょうか。今日のワンポイントレッスンはウクレレのリズムについてお話しいたします。前々回でマウイチャイムスという曲を演奏いたしましたが、あのように割合とテンポの速い曲の場合はウクレレの弾き方もそれなりに歯切れよく弾かなくてはいけないので、フレットをハイコードで押さえていただく、もちろんE とか B7 の時はオープンコードはないんですけれども、他の曲で例えばオープンのコードを使える C とか A の時でも、速い曲の時はなるべくハイコードをお使いになって音の切れを楽しんでいただくとよろしいと思います。例えば私はやっておりませんが、皆さんが大好きなホノルル How Do You Do という曲がありますよね。あれなんかもこんな感じで、全部押さえた指を2拍目に必ずちょっと浮かせて音を切ります。マウイチャイムズの時は E でしたから、この弾き方はだいたいこのテンポの曲にはいずれも通用する弾き方でございまして、この中にまた適当にいろいろとバリエーションを入れてこういうふうにしてもいいんですけど、早い時にはそれも間に合いませんので、これのみで必ずその時に気をつけていただきたいのは、頭が強くならないように2拍目4拍目が強くなるように、このように弾くのが一番いいんではないかと私は思っております。あとついでにちょっとゆっくりめの時、例えばブルーハワイとか、このように指を見ていただくと分かると思うんですけど、 G から E7、A7 っていくときに指をあんまり動かさないで G、E7、A7、D7、G とほとんど 指を移動させないでコードを弾くということもできますので、早いときなんかなおこうの方がやるより楽だと思いますので、そういうのも練習してみてください。だいたい今日はこの辺でよろしいでしょうかね。おしまいです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アロハー。